スタジオのエントランスロックフィールドスタジオは、ウェールズのモンマス近郊、モンマスシャーのロックフィールドの村外れにある録音スタジオ。数々の傑作がここで録音された。このスタジオは、キングズリー・ウォードとチャールズ・ウォードの兄弟が、1963年に既存の農家を改修して設立した。1965年、ここは、世界初の宿泊可能な録音スタジオとなった。 敷地には、コーチハウスと、クオットラングルという二つのスタジオがあり、それぞれデジタルおよびアナログレコーディングできるようになっている。かつて農家だったという佇まいのわかるスタジオの姿、このスタジオで最初の大ヒットとなったのは、デイブ・エドモンズの、アイヒアユの金である。その成功の後、バッチーが七枚のアルバム、ホークウィンドが何枚か、ホーボーが一枚、百七十三年に、 ピーター・ハミルが2枚目のソロアルバム、カメレオン・イン・ザ・シャドウ・オブ・ザ・ナイト、1974年に AS がヒットシングル、ハウ・ロング、クイーンがアルバム、シアー・ハート・アタックをレコーディングしている。クイーンは1975年8月、ボヘミアン・ラプソディを含むアルバム、オペラ・ザ・ノ・ヨルのレコーディングを始めた。モーター・ヘッドは1975年にこのスタジオでの 初レコーディングを行い、しばらくの間、ロックフィールドをレーベルと契約した。1996年から1997年にかけての12ヶ月間において、ロックフィールドでのセッションは5枚の全英トップアルバムを生み出した。コーチハウススタジオは1968年に建てられ、ヴィンテージもののマイクロフォンアンプとイコライザーを備えている。 メインのミキシングコンソールはニーブ8128であり、それにネーベ1060マイクロフォンアンプ、ロサーマイクロフォンアンプ、API550 イコライザ、ウレイ1060コンプレッサが取り付けられている。演奏室は個別の自然な音響効果に重点を置いたバンドのレコーディングに向くようデザインされている。ヤマハ製、グランドピアノを置いたライブ演奏室、石造りのドラム演奏室、 別の音響効果を持つ、ドラム演奏室が各1部屋、アイソレーションブースが2部屋ある。コーチハウスでレコーディングをしたアーティストには、オアシス、ブレッドフォーマイ・バレンタイン、シンプル・マインズがいる。クオット・ラングル・スタジオは1973年に建てられ、クイーンがボヘミアン・ラプソディをレコーディングしたことで最も知られている。メインのミキシングコンソールは MCI500 であり、それに、 ネーベ1060マイクロフォンアンプ、ロサーマイクロフォンアンプ、API550 イコライザ、ウレー1060コンプレッサが取り付けられている。クオットラングルスタジオの演奏室はバンドの生演奏のレコーディング向けにデザインされている。ベーゼンドルファー製グランドピアノを置いたライブ演奏室が1部屋、異なった音響効果の広いドラム演奏室が2部屋、アイソレーションブースが3部屋、 それらが6メートル X7 メートルの中央コントロール室に沿って配置されている。クオットラングルでレコーディングをしたアーティストには、マニックストリートプリーチャーズ、ロバート・プラント、コールド・プレイがいる。ありがとうございます。